はい、はじめまして。本日は、ナイスグランドステージ大倉山606号室のご紹介です。玄関の入り口、廊下は非常に、広いです。まあ、山を利用してますので、ちょっと崖にこう立っているような形です。作りは非常に豪華です。入り口、玄関ですね。右側にもありますけど、こちらはキッチンとつながっております。それでは中に入ってみましょう。おお、広いです。すごく広いです。廊下は通常の1.5倍ぐらいありそうです。左側には下足入れ、こちらも収納が下から上まですべて、棚になっております。こちらはこの穴の間隔で、棚を変えることができますので、長いブーツなども十分収納できます。この隣にも、下足入れがあります。真ん中は棚になっております。そしてなんと右側はですね、まあ、ニッチと言いますか、大きなニッチと言いますか、大きな花を飾ったりとかですね、まあ、絵画とかですね、そういうものを飾るのに非常にいいんじゃないかと、思うぐらい、広い、棚がついております。こちらの広さは、145.90 平米、4LDK になります。まず入って左側、こちらがお風呂場、洗面所です。さすが、広いだけあって、すべてが広いです。脱衣室がかなり広く、約2畳、2.5畳ぐらいありましょうか。とてもゆったりしています。こちらが流しですね。鏡は、両サイドを開きますので、三面鏡として使うことができます。裏は収納です。水栓は、ノズルが伸びますので、朝シャンなどもしていただける設備に仕様になっております。そしてこちらには棚です。まあ、洗濯物や下着類などもこちらの方に収納できると思います。そしてお風呂です。なんと1620あるんでしょうか。すごく広いです。そして、踏んだ感じが非常にソフトで、足元が冷えないような仕様になっております。かなり豪華です。そして、こちらを抜けていただくと廊下反対側ですね。こちらはキッチンになります。キッチンもかなり広いです。こちら冷蔵庫置き場、そしてこのキッチンが、トラックス、トクラス製というシステムキッチンになります。ちょっと流しのところが色がついている変わった形ですね。非常に大きくて、システムキッチン自体も非常に大きいので、料理をされる方は非常に嬉しい仕様だと思います。そして食洗機も、こちらはついております。で、こちらは、床下収納ですね。こちらもついております。普段あまり使わないもの、ストックしておきたいものをこの床下収納にしまうことができます。そしてこちらの方に洗濯機パンですね。まあ、ちょっと作りは面白いんですけども、家事をされる奥様方は動線という意味では、料理をしながら、洗濯物もすぐ後ろでできるという形になっております。そしてこの横、先ほど玄関の右側ですね、こちらに扉があります。買い物から帰ってきた時にはすぐキッチンに、物を置いたりすることができるので非常に便利です。重たいものもこちらから上げていただくことが可能です。そして
こちらからまた戻っていただいて、この目の前がこのトイレですね。トイレも非常に広々としております。中に手洗い場、そして下に収納、鏡、棚、そして、タンク一体型の、リモコンウォシュレット付きという仕様です。全体的にはすごいシックな、色使いです。フローリングも、天然木目がよく出ていて、ちょっと落ち着いた茶系の色になります。それに合わせて、壁、建具というのも色がシックになっております。そしてこちらが、リビングダイニング。リビングダイニングだけでなんと、19.5畳、約20畳あります。こちらから先ほどのキッチンに行っていただくことができます。こちらがテレビモニター付きのインターホンですね。20畳ぐらいあるとかなりゆったりしています。お客さんを10人ぐらい呼んでも全然平気なぐらいの広さです。しかもここはメゾネットタイプといいまして、1階と2階に分かれています。なのでプライベートは上、公共は下という使い方ができるのも嬉しいところです。なんとこの上を見てください。吹き抜けになっています。ちょっとマンションでは珍しい作りですね。かなり、一戸建てに近い作りかなと思います。そして、なぜか6階ですが専用庭もついていると。庭いじりが好きな方は非常にもってこいじゃないかと。水栓もついています。そして、こちらを出ていただくと、なんかすごくのどかで、静かですね。ちょっと時間が止まったような感じです。こういうところに一度は住んでみたいですね。それでは、2階の方に行ってみましょう。こちらもシックな色使いでそのまま、フローリングを、変えております。入っていただいて、まず真正面、こちらが洋室、4.6畳のお部屋です。こちらは向きが、南側になります。そしてこれは外ではなく先ほどの、吹き抜けのところとつながっているんですね。お子様などのお部屋に、するにはもってこいかなと思います。さらにもう一部屋、和室になりますが、左側の方も、吹き抜けのところとつながっております。そしてこちらにはクローゼット、こちらもボタン式ですね。こちらの棚が変えられます。約幅は90、高さは2メーター、3、40というところでしょうか。かなり収納が入ると思います。そして、今度は階段の右側ですね。まずその左側が洋室、こちらはフローリング敷きになっております。そしてこちらの、向きは北向きになりますね。でも非常に明るいです。まあ基本的に寝室と考えれば、そんなに向きは気にならないかなと思います。まあサービスバルコニーといいますね。
まあ、エアコンをつけたときにはこちらに室外機という場所になるのでしょうか。そしてこちらにもクローゼット、これは3枚扉あります。かなり、収納が多いです。さすがに150平米、近くありますので、いろんなところが、広々と取られております。こちらも、収納がありまして、クローゼットとで上は棚がついています。この隣ですね、ここが一番、洋室としては広いお部屋になります。10.3畳、こちらも絨毯敷きです。こちらもまた収納が、非常に多いです。こちらクローゼット、そしてこちらが、物入れ収納ですね。そして隣が、またクローゼット、これも上に棚がついております。そしてその隣、こちらもまたクローゼット、一部屋にクローゼットが、3つついています。そして、こちらは収納と小物入れ、引き出しになってますので、中のものを取り出せます。非常に収納が充実しています。 4LDK なので、家族が多い、お宅でも十分、対応できると思います。こちら北側の風景ですね。それでは、最後に、階段上がった左側和室ですね。なんとここは床の間もついています。クロスも変えて非常に、落ち着いた豪華な感じですね。ちょっとマンションとは思えないぐらい、あの一戸建て感覚の、作りになってます。なんとなく畳があるとやっぱり落ち着きますね。そしてここは戸建てでいうと縁側になるんでしょうか。こういうちょっと変わったスペースがあります。そして押し入れですね。もう収納はかなり広いので、入らないってことはないぐらい、たくさんついてると思います。こちらは布団なども当然入れられる、奥行きがありますので、普段使わないものはこちらの方に収納していただくということができます。そしてここがバルコニー、ちょうど吹き抜けの前のところになりますね。なのでこの下は、1階、自分のところのお庭という形になります。こういう感じですね。でこちらは南向きです。目の前に建物が建ってますけども、目線よりも下なので、全然気にならないです。圧迫感も全くないです。隣との建物はかなり離れてますので開放感があって、あと非常に緑が多いです。日当たりに関しては全く問題ないと思います。なかなかこれだけ広い、メゾネットタイプのマンションというのは、ないので非常に希少じゃないかと思います。ぜひ一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか。ナイスグランドステージ奥山でした。